どうも、くのまるです。きいたろです。今日はスポーツ報知の竜兵ロングインタビューの3についてやっていきます。まあね、前回に引き続き竜ちゃんのロングインタビューなんだけど、前回は、まあ竜ちゃんが影響を受けた音楽とか、お母さんから影響を受けたみたいな話があって、で、続いてはさ、ザストについて触れてるとこだね。ね。なんかショートインタビューの方だと、まあもちろんね、あったけど、ダンスのスランプが結構長くて、モチベーションがない期間もあってっていう。うん、ところの話はチラッと見てたけど、やっぱりさ、リュウちゃんが結構やっぱさ悩んでる時期にザ・ファーストあったから、うん、なんか運命味あるっていうかさ。そうだね、中3でちょうどね、受験の時期に被ってたから。でもその時にちょっとモチベーションがなくてみたいな、やっぱ外的要因、何かに影響を与えられないと戻らなかったみたいなのがリュウちゃんの中であったから、もうそこで出会うザストっていうね。ね、 あとさ、ショートバージョンの時は私あんま触れなかったけど、やっぱ社長のことはトリプル A の時から存じ上げていましたが、その初対面のリモート越しでさ、その社長のだいぶ先のビジョンを見ていて、この人が感じる世界を味わってみたいなって思いました。だから結構さ、受けてみたらなんかすごい人だなって思ったみたいな感じだもんね。そうだね。そっか、受けてから変わったのか。なんか例えばシュントとかはさ、そもそもトリプル A さんが好きで、もうかっこいいもんが好きだから、もう社長がどういう人か知ってるから受けようってなったけど、リュウちゃんは受けたら感銘受けたみたいな、さらに、うん、あ、いいなって思ったってパターンってことだよね。ね。うん。絶対最初に社長が出した声明文みたいなさ、ザ・ファーストを開くときに出した、なんか文ですら結構やばかったじゃん。なんかすごいことを宣言してるな、みたいな感じだったけど、でも結局その本気度とか、この人の凄さ、なんかその人の凄さみたいなんてやっぱあった方がそれはもちろんわかるしさ。うん。なんか裏切らない感じだったんだろうね。超いいよね。そうだね。それをリモート越しでも感じるっていうことだもんね。うん。うん。で、その次に、まあ、社長からね、自分の心もっと開いてみては、みたいなアドバイスも、りゅうちゃん受けてたんだけど、まあ、それに対してりゅうちゃんは、当時は、誰にも邪魔されない環境を作ることが、まあ、自分にとっての美学だし、その殻の破り方だと思ってた、みたいな。だから社長のお話もすごいね、心開くっていうね、社長のお話もありがたかったけど、やっぱり結局そういうコミュニケーションとかの能力が上がったのは、周りの、他のボーイズたちの影響がとても大きかったって言ってるね。ね。いや、なんかそのゆうちゃんが言うさ、なんか邪魔されない環境を作るっていう美学もなんかわかるっちゃわかるっていうか、うん、なんかそれの良さもちょっとあるのも私はなんかちょっとわかるっていうか、りゅうちゃんのその元々持ってる世界観がそうだから、なんか今それを爆発させてるみたいなイメージがあって。あー、そうだね、確かに確かに。え、でもわからんね何が正しいかわからんなと思ったじゃん。うんうん、でもやっぱボーイズグループってなったら結局やっぱコミュニケーションっていうのが必要になってくるっていうことだもんね、きっと。うん、そうだね。だから結構一人で黙々とやるタイプだったけど、やっぱザストに入って、まあ、ザストを受けて、まあ、そういうところも他者との関わりみたいなところも、まあ、リュウちゃんはしていったってことだよね。うんうん。で、なんかオーディションで社長が言ってた、他のオーディションでは絶対選ばれないタイプの人って言ってたのは、それ多分僕のことですって言っててまあリュウちゃんの中でもちょっと自覚あるみたいな感じなんかな。ね。まあ、実際多分もう、竜兵のことみたいな感じで言ってたようなとこあってる気がするし、社長がね。ね。で、インタビュアーさんもさ、ザスト中の社長の評価は高かったと思うがっていうところに対して、りゅうちゃんはね、まあ、自分で言うのもめっちゃ恥ずかしいけど、まあ、僕が一番原石っぽかったかもしれないですねっていう。なんか何も磨いてないです。石感がすごいですのさ、石感とかなんかわかる。りゅうちゃんのこの言い方すごい、なんか脳内変換できるんで。わかるわかるわかる。石感っていいの。だからさ、スクールでしたけど名古屋でずっと一人でやってきたみたいな感じがやっぱ意思感ってリュウちゃんの中でね表してるけど、なんかあれなんかな、でもリュウちゃん的にはちょっとやっぱ変わる前の自分みたいな意識が多分あるからさ、やっぱ過去のさ、例えばスクールの映像とか見ると出口なかったんだろうなって雰囲気があるっていう、なんか、うん、ちょっと見たくないみたいな感じだもんね。ねえ、そっか、そういうのあるんだね。うん、ああ人生本当に幸せみたいな、生きてる心地してないような顔してるとか言って、まあ、リュウちゃん本当ザスト最初の頃、まあ、例えば合宿の最初とかも本当に孤高の感じ、あんまり笑顔見せないみたいなのはやっぱちょっとあったもんね。うん、うん、いや、わかるね。結構今と違うイメージあるよね、やっぱりね。いや、全然、うん、全然違うね。で、もうその次じゃない、大きな感想っていうかさ、最初でもちょっと触れたけど、
オーディション合格後はスカイハイの実家にお世話になっていましたエピソード。もうこれね、これ皆さん大好きなエピソードだもんね。本当に、うん、いやそうそう、もうロング見た方がもうね、うん、1年間みたいなキーワードとかなんかすごいね。1年間同居みたいな。旬とも一緒みたいなね。そう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 。いやだから本当にね、もう一回触れるけど、社長のご両親にね、お世話になって実家にね1年間下宿してたっていう。だからさ、まあ、シュントと住んでた期間に関してはちょっとここにはないけどさ、どれぐらいか分かんないけど、なんかいいよね。ほらご飯よって言ってさ、なんか一緒に食べるんでしょ、黒ブラの二人が。可愛くない？可愛いね。なんかダイニングのテーブルにさ、二人並んで、ね、黙々食べるんやろ。そうそうそう。いただきまーすとか言ってさ。確かに。すごい、めちゃくちゃ食べるシュントをさ、リュウちゃん横目で見てそうだよね。なんかさ、うん、めっちゃ食ってんな、みたいな。そうそうそう。そう、だから食べ過ぎだよとか言いそうじゃない。そう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 。いいね、食べて食べてって社長のお母様が言ったりとか。うわ、いいね、いいね。うん。なんか、微笑ましいよね、本当に。うん、微笑ましい。でもさ、最初はシュントも一緒だったっていうから、シュントのが先に一人暮らしに移行したのかね。うん、なんかそんな感じだよね。うん。まあ、それでいてなんなら俺も行ってない店に行ってるっていうさ、うん、なんかもう、そのご両親も、社長のご両親も、もうほんと多分リュウちゃん可愛いじゃん、絶対。そうね。すごい、しかもいい子だからいいじゃん、なんか。うん。生意気じゃないし、絶対。すごい礼儀正しい子だしさ。そうだね。絶対いろいろ連れてきたくなるよね。うん。いいね。なんか社長が今でもそうやって言ってる？なんかそれもなんかめっちゃ想像つく。うん。でもほんと家族ぐるみのさ、付き合いだよね、ほんとに。で、ほんとに社長の小さい頃の話をたくさん聞いたりとか、まあ社長の部屋とかを見たりとか、すごい、社長の若い頃の記憶とともに一緒に過ごしてる感があって、ずっと博物館にいる感じでしたって。社長の歴史めっちゃわかるみたいなね。そう、スカイハイミュージアムなわけよ。ああ、そりゃそうだろうね。本物だもんね。本物のミュージアム。本物のミュージアム。私、ミュージアム大好きなんだから。ね、好きあらば行きたがるんだから。そうだよね。粉丸そうだね。結構博物館系とか好きだよね。すぐ行っちゃうよ。うん、楽しいよね、博物館ってね。うん。で、まあ現在ね、りゅうちゃんは学校にちゃんと行ってて、まあ高校卒業については、まあ結構親とも話してて、まあ高校卒業っていう資格は持ってた方がいいなっていうのもあるから今頑張ってますみたいな。学校にはちゃんと行ってんのマジ偉くない？そもそもが、うん。なんかさ、リュウちゃんのさ、そのアーティストのリュウちゃんとかさ、BE:FIRSTとしてのリュウちゃんしか見てないっていうか、もう当たり前なんだけど、全然想像つかない。なんか学校行ってるリュウちゃんが。うん。わかるわかる。イメージなんかできないよね。てか、どうやって行くんって思っちゃわない？結構行ってそうなイメージだけど、そんな時間あるんって思っちゃう、うん。いや、そうそうそう。いや、時間大丈夫？わからん。もう高校って何時までだっけっていう記憶なんで、まず。もう、ないです。まあまあまあ、そうね。まあ、いろんな生き方があるだろうけど。うん。ねえ、すごいよね。学業も両立させてるんだよね。わ、尊敬だわ。ねえ、すごいよね。うん。で、続いてね、インタビューはね、ツアーについても触れてるんだけど、まあ、去年ね、ツアーを成功させて、まあ、全国を回ったことで、まあ、気づいたことも多くて、やっぱりこれはね、ショートバージョンでも話したけど、ビスティのありがとうがすごい湧いてきて、もう常に感謝の気持ちを持ってステージに立てたって言ってるね。うんうん。うんうん、なんかそれはやっぱりさ、ビスティさんのさ、その、各地でさ、いろんなさ、表情とか、なんか反応とかを、ほんと、ホールならではの、この間近な感じで、身近に感じられるような距離感で見たからだもんね。うん、そうだね。え、なんかさ、個人的にはさ、やっぱり大阪のノリは有名だけど、東京は歓声すごくて、で、多分ね、やっぱライブに行ってる方、ライブ経験者が多いっていうのも、おーって、なんかわかるって思ったし。あー、そうだね。そう。まあ、片や地方はやっぱりさ、初めてのライブがビーファーっていう方も多くてっていう。うん。なんかだからそれこそ本当にさ、はーみたいなさ、目がキラキラ系の感じなんじゃないみたいな。そっか。だから出てきた時の初々しい反応がすごいダイレクトに伝わってきたってことだよね。多分、ほら、地方出身者民としてはわかるよね。その、本当にいるんだがすごいから。インパクトが。そうだね。地元に来てくれるみたいな感じだもんね。いやー、ないもんね。その、テレビはテレビみたいな感じなかった、うん。うん。いや、そうだよ。会えるもんだと思ってなかったもん。いや、そうそう。だってさ、なんか、例えばさ、ほんとテレビのさ、やつとかさ、例えばその、ヒルナンデス的なやつとかさ、なんか、ああいうのってさ、その、東京の話めっちゃ多いじゃん。
まあそうね、東京の街ブラとかロケとかも東京だもんね、ほとんどね。そうそうそう。まあ地方も結構最近多いと思うけど、そのなんか東京で多くて商店街一つとっても東京みたいなさ。うん、ない、あんな栄えてないってなっちゃうもんね。まあまあ置いといて、うん。とかなんかね、そういろいろこう距離感を感じる中の本当の芸能人見ちゃったで、しかも本当音楽で、ライブで、生歌でとかさ、やばいもんね。そうだね。しかもやっぱ距離が近いから、ね、目の前にいるって感じだもんね。うん、で、まあ、ツアーの話の後はダンスの話とかもね、触れてくれてるんだけど、やっぱりその次かな、福岡ドームで行われた夏フェスに出演した時に、まあ、そこでね、パフォーマンス披露したわけだけど、まあ、今後はね、ドームツアーも期待されるがっていうインタビュアーさんのね、お話に、りゅうちゃんは、そのフェスはステージが半分にセパレートされてたから、まあ、実際に半分の場所でのパフォーマンスだったから、なんかステージに立ってる時はそこまでドームっていう実感がなかったんだけど、逆にそのステージ終わって他の方のパフォーマンス、ライブを見た時に、なんかドームの盛り上がり方ってこうなんだって感じることができたって言ってるね。だから着々と準備してるみたいなね。そのドームツアー、だからまあドーム自体、ドーム公演自体に対しての。そうだね。やっぱ客観的に見た時もなんか、ああ、こういう感じなんだって分かったから、そうだね、結構覚悟はいつも持ってるのは大事って言ってて、まあそのドームのステージに立つ以上覚悟を持っていないとバカにされると思ってるのでって、まあその空間を掌握する能力を今のうちにまあ長けておきたいって、やっぱドームアーティストになるためにみたいなね。なんかすごいよね。私あんまこう追ってるさアーティストがさそこまで多くなかったから、インタビュー自体あんまり実は見てないのかなってこう思い始めてるんだけど、最近いろんな人のね、日本のは特に、なんかここまでこうさ、ドームのその空間を掌握する能力とかいう人初めて見るっていうか、BE:FIRSTで初めて見るんで、本当にすごいよなーと思って、ね、なんか人気出たよっしゃーじゃないんだと思って、ああ確かに確かに、なんかもう常に今ドームは意識して、そのためにはみたいな逆算みたいな感じだもんね。そうそうそう、なんか賢い人のお話だよね。だからね、うん、いやほんとそう、うん、それがなんかねちょっとあーすごいなーって思うな。うん、いやで、まあそのドームツアーからお話はさ、まあ、アジア進出になるわけだけど、やっぱりこれもショートバージョンでね、お話触れてくれてたけど、まあアジアの音楽がね、これからもっと注目されていく、評価されていくと思っている、まあリュウちゃんの予想だとね。だから、まあ、そこを誰が取るか誰が狙いに行くとかじゃなくて、まあ音楽ファンとして楽しんでいきたいっていうのがやっぱ印象的だよね。うん。まあしかも、なんか、本当アジアのって言ったら、やっぱまず K-POP から入ってとか、なんか、でもなんかこの間さ、あれなんかさ、急に思い出したんだけど、BE:FIRSTさ、なんか US のなんかのビルボードチャートのさ、アメリカの、なんかのビルボードチャートにランクインしてたんよ。あ、でもなんかそれ見たかも。え、しかもなんか1位とかだったんね。なんかのチャートだと思うんだけど、え、なんかやばいのかなと思って。なんか起きてんのと思って。あれじゃない、神奈じゃない ?BE:FIRSTじゃない、そうそうそう、そう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 。ね、そうだ、なんか、ちょっと今ね、ちょっと記憶があれだったから調べてみたら、ホットトレンディングソングスなのかな、うんうん。なんか24時間のやつで、まあ、BE:FIRSTが1位みたいな。え、そう、アメリカだよね、確かね。そうだよね。うん、うん、米ビルボだからね。すごいじゃん。うん。で、サマソニーの効果って言われてんのかな？どうなんだろうね。あー、なるほど。じゃあ、とにかく、見つかってるね。なんかでも、こういうのが積み重ねだもんね、本当に。なんかまあ、そういうさ、ヒットチャートとか、うん、まあ、アメリカはラジオ文化すごい強いから、ね。なんかそういうさ、はい、そういうチャート上がり出したらなんか音源として聞かれてるみたいなさ、うん、うん、なんかそういうの分かるからいいよね。ね、すごいね。だから着々と、確かに本当にこういうの一つ一つだもんね。うん、すごいじゃん。ね、だからリュウちゃんはその皆さんね、これからを楽しみにしてくださっているだろうし、僕たち自身もすごい楽しんでいきたい、まあベスティの皆さんと一緒に楽しめてやらいいなって言ってて、やっぱなんか音楽を楽しむっていうのがいいね。本当最近でもそういうアーティストも増えてきたような気がするし、うん、うん、なんかいい世界になってきたね。なんかうちらさ、最近暗黒期ないみたいな、なんかちょっと薄々気づいてるじゃん。勝手にうちらの中で J-POP 暗黒期みたいな、なんか最近出たじゃん。できたじゃん。そうだね。なんかまあ、いつとは言わんけど、あの頃暗黒期だったよね、みたいな。なんかあんまこう、かっこいい感じの曲っていうより、着歌とかだよね、みたいなさ、何着歌とか言って。懐かしい。なんかそういう、まあ、みな、もちろんいい曲もあったと思うけど、うん、なんか、今の方がこう、生き生きとしてる人が多い気がして、アーティストが。そうだね。うん、なんかそういう意味でもすごい良くなってきとる、そういう匂いがするっていうか、社長的には絶対まだまだなんだけど。絶対まだまだ。そうだね。うん。うん。
でもちょっとなんか扉開いてる感もあるよね。なんか変わってきてる感もあるよね。うんうん。うん、で、以上でね、今回は、まあ、りゅうちゃんの放置のロングインタビュー、まあ、ここまでということで、まあ、一応本編、これにて終了。あとはもう、メンバーの印象とかね。まあ、そういうやつだからね。そう、りゅうちゃんが見たメンバーをね、次の動画でたっぷりね、話したいと思います。まあ、だからさ、次のりゅうちゃんのインタビューが楽しみだよね。そうだね。